まあ、ただ名古屋も東京もディフェンス陣は非常に強固ですから、はい、まあ、このゴール前見応えありますよね。名古屋のキックオフで前半がスタートしました。まあ、先ほどプレーもあった、ここはチャンスになるか、マテウスです。マテウスが運んで、まあ、ここでホイッスルです。小泉イエローカードをもらいました。まあ、ボール支配率は名古屋よりも東京が上回っているんですが、さあユンカー、マテウスが来た、マテウス、マテウス、サイドネットでした。ここで前半終了のホイッスルです。まあ、今長友と長谷川監督ハグをして、さあ後半のキックオフです。左エンド白のユニフォーム、アウェイの FC 東京。あ、中川ちょっと引っ張られたか、稲垣イエローカードです。まあ、米本のチェックといい、そしてボールさばきといい、加地さんどう見てますか？いや、かなりあの広範囲にわたってカバーリング能力だったりっていうところ、はい、まあ、全体を見れる選手でもありますし、まあ、前線につけるっていうところタイミングも常に測ってますから、なくてはならない存在なのかなという感じはしますね。はい、木本がキープして、長友、小泉、ディエゴ・オリベイラ、斜めアダユートンが来た、アダユートン、まあ、あの徐々に増えては来ているので、はい、まあ、その辺で FC 東京は逆に言えばカウンター注意しないといけないですよね。そこをしっかりと収められない、はいはい、そして東にイエローカード。中谷がいます。中谷ニアに走り込んでくる、中谷のところシュートで行きました。最後は丸山のシュートです。丸山のチェック、さあユンカーです。ユンカー運んで引きつけて、どうするか、縦に送り込んだ、マテウスが来た、マテウス切り返す、マテウスシュート、スオービクの正面。長友の対応です。ここで長いホイッスルです。両者譲らず0対0。